はい、こんばんは、山山山亮です。ということでですね、まあもう定番になりつつあるこの山ペリアのコーナーでございますね。第3回放送ね、やっていこうと思います。これからね、この山ペリア、運も言わさず量が増えますよというのもね、編集とかの都合でね、どうしても、ね、まあ要は毎日放送ねやってくるのにね、ちょっとね、お手軽企画がねたくさんいるということでね、多分、週5ぐらいでね、多分山ペリアになりますんでね、どうぞよろしくお願いしますという前置きはね置いといて、早速ね今日も見ていきましょうね。いつものごとこのねお任せ表示からね、このみたいな記事をね、この万能のね、山田さんがねもうねビシッと解説してきますからね。今までもねビシッと解説できたはずですよ。なんかできてなかったような気がしないような気もはないですからね。私の中には記憶にございませんからね。じゃあ見ていきましょう。早速いきましょう。お任せ表示をポン。さあ今日は何が出てくるかな。触れにくいところ来たな。これは川地勝さん。うん、また人物来ましたよ。人物はね、間違えるといろいろとね、厄介ですからね、あくまでも注意書き読んどいてくださいね。いろんな名誉毀損とかそういうのにはね、該当しないようにね、やりますからね。はい。うん。ね、ということですよ。川地勝さんね、もちろん、ね、NHK のね、放送研修センター、日本語センターの専門員ですよね。元 NHK のアナウンサーですからね。それはもちろん、知らない。ね、ないわけですよね。この山亮さんがね、1976年から1982年ぐらいまで担当番組があったということでね、まあ私が生まれる前の話ですけど、そんなの関係ありませんからね。もうね、私はね、当然ね、わかるわけでございますよね。そうですよ、日曜美術館ね、ありましたよね。日曜日になんか美術館を巡るんでしたっけね。うん、ね、まあ私が生まれる前の話ですけどね、まあ、近代化されていく美術館をね、いろいろ取材したりしたりして、で女性手帳ね、これもう、あれですよ、女性のね、奥様向けにこうね、当時ですからね、まあ、主婦の方とかもね、専業主婦の方も多かった時代ですからね、こう役立つ情報とかをね、お届けしてた番組だったんじゃないかな、ね、そういうのが、今もありますよね、うん、だいぶ数減りましたよね、やっぱし、女性が働きに出てるということがあって、あんまりそういった主婦向けの番組っていうのだけでやってると、意外とそこまで、昔ほどね、やっぱし伸びないみたいなのもあるみたいですけど、まあ、とはいえ、家にいる方がね、そうすると、でも、ね、やっぱ日曜日の昼間というと、ですからシニア世代に、ね、だった番組とかがね、だんだん増えてきて、昔の番組の時入がね、再放送やった頃がね、制作費もかからんしっていう、そういうのもあるみたいですけど、まあそんなことは置いといても NHK ですよ。天下の NHK ですよ。ね、著書いっぱい出てますね。美しい敬語を身につける本、敬語の極意。ね、それアナウンサーのはすごく厳しいですからね。NHK は本当に厳しいですからね。うん、まあその割にはね、天皇陛下のね呼び方とかで、ね、もう上ね、なんかあれなんか少しずつね、テレビ朝日と NHK はあれ変わってきてねっていうようなことがよく、おっとこれ以上ね政治的な話題になりますかね。やっぱ敬語ですよね。まあね、山亮さんね、文芸部やってたのにね、尊敬語とかこの辺りが非常に苦手でね、よく小説を書くたびに、怒られてましたけど、そこ二重敬語になるとかね、よく言われましたけどね、いまだによくわからないままね、接客業を続けてきましたからね。実際それはあだになってね、結構身を滅ぼす結果にもなりましたけど、だから人気は、言い方悪いですけど、まあそれなりにお客様の人気はあったんですけど、嫌いな人は大嫌いっていうね、もう完全に好き嫌いが分かれるタイプでしたね。まあ嫌いな人っていうのはもう典型的で、言葉に捉えてくる人ね、いわゆる、いや今二重敬語になってるね、そのような言葉を使うということはお客様に対する心がない人だってね、いうようなね発想の人にはもう私全く合わなくて、もう、よくあらを探されてはね、クレーム上げられてましたけどね、まあもうそんなこともありましたね、なんていうことをこの敬語の話から思い出して、何せ聞いてくこれで以上ですからね、王様の言葉遣いはこれだ、職場編王道の言葉遣いね、はあ、なるほどね、っていうのやってたみたいですよ。で、なんか逆中で、創設時一応参加、1985年創設時っていうのは何なのか、日本語センターね、放送研修センター、日本語センターのセンター長やってた、すごい偉い方じゃないですかね。うん、ということでですね、出生年とかもね、誕生日も何もない方ですけど、まあ、何も早稲田ですよ、早稲田は。
とまた当時の早稲田ですか、すごいですよね。いやすごい人方ですね。ということで、うん、NHK のねアナウンサーの方ですから、当然私も知らないわけなかったですけどね、もうね、まあ聞こえることもね、逆に言うとね、なかなかこれ以上なかなかねシンプルにベストにまとまっていると言えるんじゃないですかね、ということでね、今日もまたね新しい知識が、身につきましたね。ということで、この動画ね、今回もこれぐらいで締めたいと思いますよ。うん、これからまだ10本ぐらい撮らないといけませんからね。はい、ということでこれぐらいで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いいのかこんなんで。